広池浩二は埼玉県越谷市出身の元プロ野球選手。越谷リトルリーグで公式野球を始める。リトルリーグ時代はピッチャーであったが、中学校の野球部とシニアリーグを掛け持ちしていたため、肩、肘を痛めてしまった。これが原因で、以降は、投手として活躍することはなかった。その後、立教高校から立教大学に進学。立教高校、 立教大学ともに最高学年時には野球部首相を務めた。東京六大学リーグ通算88試合出場、309打数80安打打率、259、4本類打、35打点。大学4年の秋、プロ入りを熱望しこの年のドラフトで指名を待っていたが、指名はなかった。卒業後は野球から離れ、 就職の内定していた全日空に入社した。入社後は羽田空港でカウンター業務を担当していたが、立教大学の4番だった広池に、同じ東京6大学野球出身の野村勝則や高木大成などかつてのライバルたちが遠征の際に声をかけたこともあり、俺でもやれたんじゃないか、と、プロ入りへの夢が再燃。入社2年目の1997年。 スポーツ新聞で、広島東洋カープ入団テスト実施の記事を目にし、自身の合格の可能性を考え投手として受験。一時、試験、二次試験をパスした。最終試験は、周期キャンプに参加することが条件であったため、選手契約の保証がないまま全日空を退社。周期キャンプで、左腕投手としての実力を認められ入団テストには、 合格したが、編成の都合上同年のドラフト指名は見送られた。翌1998年は、自費で練習生として、ドミニカ共和国のカープアカデミーに参加。8ヶ月余りに及ぶ、野球留学を経験した後、同年のドラフト8位で広島東洋カープに入団した。入団1年目の1999年には、大半身体ガース戦で、 ブ坂俊之から、プロ入り初打席初本塁打を記録した。2004年は19試合の当番ながら、初の防御率2点台を記録。2005年4月7日の対阪神タイガース戦では、内野安打を放って出塁すると、ヘッドスライディングで2塁への盗塁に成功。4月29日の対読売ジャイアンツ戦では、清原和弘に、通算500号となる本塁打を被弾したが、 ヒーローインタビューで、清原は、広池投手は、先日もヘッドスライディングをしたり、投手のある投手だと思っていたので、最後絶対にツーナッシングから速い球で勝負して、来ると思った。広池投手から打てて本当に、嬉しいとコメントした。同年は41試合に登板したが、防御率8.06と極度の不振だった。2006年には、谷間の先発から、セットアッパー。 敗戦処理まであらゆる場面で登板し、一年を通して一軍に帯同した。投資コーチの清川栄治からは困ったら広池と言われるほど信頼が大きかった。しかし不安定な投球も多く、中継ぎとしては被安打が多いことも課題であった。2009年は開幕前に肘の手術をし、そのリハビリのためプロ入り後初めて一軍での登板がなかった。 2010年は2年ぶりに1軍登板を果たした。1軍復帰3度目の登板となった7月6日の対、読売ジャイアンツ戦に3番手で登板するものの、小笠原道宏に敵地打、アレックス・ラミレスに2点本塁打を浴び敗戦投手となりこれが現役最後の1軍登板となった。10月3日に戦力外通告を受け、球団からはフロント入りの要請もあったが、 11月2日に自身のブログにて現役を引退し対談することを表明した。11月5日には埼玉西部ライオンズの打撃投手に就任したことを発表し、周期キャンプからチームに合流した。2012年11月1日からライオンズの育成担当兼副領長に就任。2014年からはファームディレクター補佐兼ファーム編集室長を2年務め、 2015年10月に、球団本部チーム戦略ディレクターに就任。2019年からは、球団本部本部長補佐兼チーム戦略ディレクター兼、メディカルコンディショニングディレクターを務める。主に左の中継投手として活躍したが、ローテーションの谷まで先発も務めるなど、ユーティリティな存在でもあった。高校、大学では、外野手であったこともあり。 使いべりしていない方も魅力だった。足も早く2000年オフに行われた球団対抗リレーでは1層で出走し、各チームの瞬速野手を抑え2着で自層に渡し、広島の優勝に貢献した。ありがとうございます。